続報が出ましたね。えー、秀美熊崎さんから2分前のコメントです。カブさん、たびたび失礼します、えー。グランプリシリーズのアサインが発表になりましたよ、ね、ということですよ。NHK 杯は男子は翔馬くんと優馬くんで予想通りでした。はい。ということですよ。うん、女子は前ちゃんと若葉ちゃんですね。えー、開催告白は誰になるんでしょうね。えー、三宅しなくんで出てほしいですね。うん。く君はスキアメとまたフィンランドですが、 フィンランドは結構激戦区ですね。なるほど。エイモズ、リッツジューファン、カオんもいます。サウナでリラックスしてほしいですね。ジューファンといえば、オーサーから離れるという情報がツイッターに出てますね。ということですよ。誰に指示するでしょうか。なるほど。ジューファン君はオーサーから離れるらしいですね。はい。ということで、マイちゃん、の若葉ちゃん、NHK 杯。ショウマ君、ユウマ君、NHK 杯。シュン君、えー うん、あのー、シュンくんはスキアメット、またフィンランド、うん、カオくんたちもいるのかな、うん、はい、ということですよ、皆さん。うん、ヒデミーくまンドさん、おいとです。えー、カオくん、こんにちは。えー、今日はクワドラプル最新号が届きました。まだともシュンくん、タイタしか読んでないですが、シュンくんの来季プログラムがようやく判明しました。 うんえー、カオ君はツイ,ンインスタやツイッターで曲名判明をしましたけど、ゅんくんは謎のままだったんですが、宮本健二さんの振り付けのショートプログラムーリ,リベル単語ですよ。リベル単語はそうですよ。うん、すごい楽しみです。おお、速報続き。ゅんくんが単語のような曲と言っていたんで、なんだろうと予想が難しかったんですが、単語でした。業務シゼロンさんの振り付けで、 えー、フリーがビバルイのスピメドレーで最初はスローに始まり最後はどんどん速くなっていくアレンジャーそうでこちらも楽しみです友春対談はジュニアの頃の話とかほっこりする話もあって春君は友野君や先輩方に可愛がられているのがよくわかりました合宿では山熊太一郎君が後輩たちに日常的なことなどを主導していたそうで春君も言葉遣いなど教わったそうですということですよなるほど うん。山隈くんは優しくて面倒が良さそうですよね。山隈くんそう思いますよ、僕も。あの、クルーズ船の愛称をされてるらしいですね。あの、でも本当そう思いますよ。なんかお母さんのためにね、最後滑りましたね。フリースケーティング、ある日ど、ある日どこかでっていう曲で、ね、うん。で、友野くんのライキープロは今季とはガラッと雰囲気が変わりそうですね。 ジェフリー・ボトルさんの振り付けのショートはの曲は、情感のある綺麗な感じの曲ですよね。フリーはまたミ、ミーシャ・ジーさんだそうですが、来季はダークな感じということになったようです。なるほど。友野くん、ダークな感じらしいですよ。え、待って、楽しみすぎる。え、なんだろう。うショートはシンプルな振り付けをどうやって見せたらと練習をしているようで、ドリームオンアイスで披露されるのが楽しみです。友野くんは、フレンズオンアース以外の相性は全部出演で忙しいですね。 うん。はい。え、ちょっと待って、今日内容濃い。すごいですね。あの、そういう情報入ってきましたよ。友野くん、ダークな感じらしいですね。んくん、リベル単語。面白いですね。山隈くん、なんか、死闘をしたらしいですよ。面白い。うん。 ジミー・レイさん、よろしくお願いします。シャマくんのヘアスタイルがふんわり爽やかで、どこかの俳優さんかと思いましたよ。シャマくんの生き方はこんなにも輝いてるんですね。え、選手たち忙しくなるけど、夏を乗り越えて頑張れ。うん。っていうことですね。これでも写真僕まだ見てないんですよ、これ。うん。朝ゆる姫さん、よろしくお願いします。カブさん、こんにちは。朝ゆるルです。シャマくんのテレビ生出演、試合以外ではすごく久しぶりですね。うん。あの、これは、 これテレビ戦のことなんだ。なるほど。えー、ねえあのー、最初はコメンテーターの、はるかさんですかねはるかクリスティーンさん、ス,スイス出身に、えー、スイスのことを聞かれてました。日本より自然に囲まれてるんで、空気も綺麗、日本では味わえない景色、いいところだと思います。生放送長時間は数年ぶりなんで緊張していると、あとは番組のグルメ企画を見ながら、時々コメントを求められてました。えー、韓国料理店の方のフォローバースを伸ばすには、 テレビで放送されたから伸びると思いますえ。次のお店がネパール料理、それから柱時計がたくさんあるハンバーグ屋ですね。おお、柱時計もすごい好きですよ。約100台のアンティーク、おお、すごい好き。が <laughs>、まあ、全て動いています。店のご自身が趣味で集めたものと聞いて、それだけ熱中できるものがあって、羨れしい。いいですね。大好きですよ、柱時計。えー、ハンバーグは好きだそうで、えー、フランチをみんなと一緒に食べることはあまりなく。 昼ごはは合間に少しだけ食べるだけで夜はきちんと食べるそうですねうん18時半まではこんな感じでした、えー、映像を見ながらニコニコしててとても感じが良かったですよ感じが良かったですよということらしいですねはいということみたいですねなるほどうんえー、ちょっと気になりますねこれはこの番組、うん、さあ今日すごいですよ アクアマリンさん、よろしくお願いします。カナダのローカルジャイ、ケベックサマーに、シニアのアイスタンスのアズシンがエントリーされてますが、ジュニアアイスタンスのカホユーさんも、カホユー、山下さんと中田くん、うん、もエントリーされましたということですよ。ジュニアグランプリ大阪大会でもエントリーされるといいなということですね。うん。ありがとうございます。はい。そうらしいですよ。うん。こういう動画を見てみたいな。うん。 そして、アクアバリンさんも言ったんです。えー、キムナはたまにスケートを教えてあ、なるほど。たまにスケートを教えてるみたいです。えー、スティームサブスの2.0の動画で、ヘジンと教えたり、鈴木亜ジ子さんやデイビッド・ウィルソンと一緒に、ジュリアの選手、のミビスも教えてました。ヘインも4体陸前にアドバイスをしてもらったと思って、あ、言ってました。あ、そういうことなんですね。ところで、10番の、えー、アイスガイ、氷菓子の CME はご覧になりましたかえー、これちょっと見てないですね。 歌も,歌も歌ってかわいい、さすが元子役、オーサーコースとの契約が終えたんですね。え、これは駒大学ですね。駒大学の4年生でしたっけということですね。うん。はい、なんかそう、大沢コースと契約終わったってことは、これはクリケットから帰るっていうことなんですかね、ジュンファン君。うん。はい、えっと、えー、サリンさん、よろしくお願いします。カブさん、こんばんは。今週末のアクアクカップに 住吉リボンちゃん登場します。うん、楽しみですね。アクアカップに住吉リボンちゃんですよ。え、今シーズンは全日本で表彰さに乗って4体力世界選手権出場してほしいですね。いやーもうほんと僕も爆応援しますよ。もう今年こそはね、本当にやってほしいね。あの、決してね、昨シーズンね、あの、グランプリシリーズ良かったですからね。うん。まあ、全日本が悔しい。うん。それだけが願いです。その才能があると思います。 今、神社に行ってお祈りをしたいですね。大ファンのナターシャ・マッカイ選手を今シーズン、ワールドで見れなかったんで、来年度ミニマムをクリアして、ナショナルで優勝して、ワールドに行ってほしいですで。キーバース選手は3年ぶりのワールド出場が視界に入っていると思います。うん。イバロット・キーバース、エストリアの選手ですね。ペトロティナ選手は確かに、泣いてましたもんね、世界選手権で。ペトロティナ選手ね。ユリラ・サウター選手、来シーズンも大注目です。うん 私はグランプリーシリーズ NHK 杯にンエントリーされると予想しています。えっと、これはサウター選手はどなた、どうなったんでしょうかね結局あの、アサイン情報では。うん。ね、楽しみですね、本当に。うん。はい、やっちゃえちゃうさんよろしくお願いいたします。 ええー、しゅうまくん、テレビ出演、ツイッターで少し上げてくださっている方がいらっしゃいま、いらっしゃって、見れました。おなるほど、ツイッターで、うん、ええー、18時15分から19時までの他のコーナーのコメントを求められたりとか、ここ一度のカレーのしゅうまくん、甘口200グラム、カニクリームコロッケカレーだったかな、おすすめのお店で、ルーオンでステファンとの写真が上がったり、可愛かったです。ええー、藤井聡太の話の時は、 小さい頃、将棋クラブに行ったことがあり、りくんが、えー、結構得だったんで、藤井聡太くんと、えー、対戦をしたんだけど、ボッコボコだったって、そんな秘話もありました。面白いですね。そういうことだあったんですね。面白いですね。うん、しっかりいろんなコメントしてましたよ。万伝も、うん、あ、万伝も、えー。最後に恥ずかしそうにお手振りをするのも可愛かったということなんですね。 なるほど。これ、ツイッターに載ってるらしいです。ちょっと見てみたいと思います。藤井聡太さんとも、あの、交流がある、ある、あったんですね。いろいろすごいですね。うん。天丸様、よろしくお願いします。やっと昭馬くんテレビ出演、お目見え万伝です。うん。最近ね、ちょっと忙しかったのかなっていう気がしましたけど、いやー、毎度誰って思うくらいキラキラ青春。しっかり万伝してました。夏に向けて楽しみです。ちょっとツイッター見ていきます。うん。万伝ってのは、これは、 つい、あれかなワンピース・ワイスのことですかねなんだろううん。はい、えー、アクア・マリンさん、もう一頭ですあ。マイク・バーティラ様の補足で、ペアについて、えー、今年欧州戦4位でドイツ2番手のアリッサ,サ・エフィモバとルーバン・ブロム・マエトは、ルーベンが32歳で、 が、ワールド後に引退をしたため、解散ということですよ。うん。え、来イはえは、ドイツスケレンからの支援がなくなるから、金銭的な理由だそうです。ということですね。なるほど。うん。え、解散の発表を聞いたミーシャ・ミトロファノフ、アメリカが、アリサ・エフィモワにトライアウトのオファーをして、新形成ということですね。うん。え、フィンランドに生まれのエフィモワ、エフィモワは24歳は、ジュリアまで、え、フィンランドシングルからペア転向、ドイツのペア、ドイツですね。 からのえー、あロシアからのドイツですかね、うん。リリースされてアメリカに移籍ということですよ、うん。で、ミトロファノフ26歳は2022年4大陸金。相方は現在シングルでインカレに出ている北京の補欠でした。全米選手権でどの位置に来るか楽しみ。うん、相方の引退で解散をしてた2022年ワールド5位だったミネ,ミネルバー・ファビアン、ハセ24歳ドイツがミキータ・ボロディン ブロディン23歳と新結成。ニキータは、ジュニア時代にユースゴリン同夜、ジュニアグランプリファイナル出場したけれども、7年くらい前かな。シンラーになってから全く見てない。うん。ロシアスケレンからリリースされて、今月からドイツ所属にということですよ。うん。バンクーバード,ドソチドのサフチェンコゾルコビーがドイツで校長しているので育ててほしい。2022年、ワールド4位だったカタリーナ・サフィアルカベルラは、グルジアは、 埼玉ワールド語に解散。うん。ルカハたちは、1月欧州選手権前に解散したアナスタシア・メテルティナ18歳の新結成、グルジャーですねアナスタ。アナスタシアと解散したダニール・パークマン24歳、グルジャーは、ケ、え、イ、ー、ティ・マクベス29歳、アメリカの新結成ということですね。あと、北京5位だったチェンペン・ヤン・ジンが解散ということらしいです。 ら,らしいですよ。チェンペイは26歳が20、2 0年に解散した。レイワングと新結成してペンワン誕生。え中国の会に出てくるかなということですね。ヤンジンはパートナーを探すようということですよ。うん。ってことは、強そうですね。中国の組。うん。あの、それグルジアの選手で、なんかすごい世界選手権がど,どっかで、あの、ものすごい危なかったシーンありましたよね。 うん。あれは誰でしたっけなんかすごいこう、なんかもうやる気がなくなってて最後の方ね。うん。バターンって落としたりとかしてましたね。その国に確か解散をしたかと思うんですけども、その解散をしたカップルっていうことでしょうかね。うん。カオリンさん、よろしくお願いします。千秋さんへお疲れ様です。 本日、ょまくん、生放送のキャッチ、15時45分頃からずっと見てました。なかなか登場されない。あれと思ったら私、チャンネルを間違えてました。チャンネルを間違えてました。なるほど。うん、それは絶対無理ですよね。えー、ワンピースのルフィ役を聞いたときは、正直だったよ。あ、なるほど。もちろん、ワンピースは知っているから。ここイ上のカレーは 200g のカレー。カニクリームコロッケが大好き。うん。子供の頃、いつきくんと藤井聡太竜王が、 対戦したことがあって、将棋が強い月君がボッコボコにされて帰宅されたとか。うん。ザイエスのグループナンバーは、現地に行ってから振り付けをするって。ごめんなさい。18時半からしか見てなくて、えー、これくらいしかデポできませんでした。もう本当に私ったら、穴が開いたら、あったら入りたいってい <laughs> ねえ、さすがにチャンネル <laughs> ね、チャンネルミスってね。うん。まあ、ど、どんまいていうことだと思うんですけどね。うん。はい。はい。やっちゃえたさん、よろしくお願いします。カく君、こんにちは。 先ほど急に暗くなかったと思ったらですね、雨と雷が、うん、今日、今日天気、なんか、不安定だったらしいですね、日本。昼過ぎまではあんなに晴れたのに、慌てて洗濯物を取り入れたり取,り取り入れたわと、うん。さて、私も当時、真央ちゃん応援していて、えテレビの前で、なんで奇妙なに負けんのおかしいって憤慨をしていたら、一緒に見ていた夫がカブ君のように、スピードが出来栄えがうんぬんと言ったら思い出したわってね。 うん。夫は私みたいに、マオちゃんの肩入りをしてなくて、フラットに見ていたから、陰謀論に走ることもなかった覚えが、うん。今は翔馬くんに肩入りをしまくってますので、夫は口出しとしないようにしているようです。というよりは、演技中に喋ると私が怒るんで、うん。うちの夫はカブ君の演技解説と似てるかも。私は、静かに祈りながら小さい声で、よし行けと伝えています。えさて、今日は翔馬くんがキャッチという番組に出るそうで、 これね、さっきの話ですよね。18時15分くらいからですとか、えうちの地域は映らずに、うん。後からでいいんで、配信が上がんないかな、みたいな、ということですよね、まあ。さっき話があったんですけどもね、ツイッターにちょこちょこ動画上がってるっぽいんで、ちょっと見ていきますよ。うん、僕も、うん。そうなんですね。まあ、奇妙だね。うん。ねでも、宇野選手は本当スケーティングすごいやっぱいいですよ。うん、もうこれはもうずっと話してきたので、うん、もうほんと氷、 と一体化したスケート。うん。そう思いますね。うん。それから、えー、マルニーさんから、うのまま来ましたということで。うん。今日も話題、てんこ盛りですね。本当に。うん。はじめはおなお、おなじみの、えー、音の投園コロンの音が来たうれしさのあまりエスカレートしすぎて、えー、喧嘩になっちゃった。うん。コロンはおすまししていれば、レディーだけど、強い。慌てて、バロンママパパと、もうすぐママになるアンが止めに入り。一見落着で、ふう。うん。 夫婦ですね。えー、ご飯、えーごえー、晩ご飯食べに、えー、流音に行ったら、うん、中京テレビに生中放送中の正輪が出てたということですね。なるほど。うん。いつきくん、愛知の将棋界のスター、藤井名人と将棋をしたらしい。えー、もちろんボコボコにされて、それを正輪くんが後ろで見ていた。生放送でそれを喋ってたと。うん。ということは、いしくん、いつきくん、もしかしたらパパさんも将棋やってるね。えー、将棋のゲームソフトもあるから。うん。やってそうですね。うん。 ゅうまくん、明日からワンピースのリハーサルが始まるし、あ、明日からですよ。なるほど。明後日は仕事も入っているし、えー、だから、いつき君、スーツケースの荷造りにスーツをも入れておいてくれて、シうまく君にチェックしてと言って、言ったけど、えー、チェックするかな うん。スーツケースが用意されれば、今は、ショマくんのお出かけがわかるよ。だから、スーツケースの上に乗って一緒に行きたいよね。うん。そして、無理薔薇帽子の一味になりたい。え三、ー、次、高所録の作る美味しい料理も食べたい。今の叫びがわかるよ。うん。今のお兄さんは、ワンピースのリハーサル頑張って、おみなりでも買ってきてくれるはずだから、お留守パンしていてね。うん。はい。ということでございますね。明日から、えっと、ワンピースのリハーサルが始まるということなんで、いよいよですね。 うん、ワンちゃんってあの、やっぱスーツケースに乗りますよね、あの旅行するときなんかも、なんか、行ってほしくないのかなってアピールするんですよ。うんはい、というわけで、速報をお伝えしました。